なんか一人だけチンチクリンですけど、頭身が。何あいつ。妄想世界にようこそ。妄想世界だに？そうだよ。ここはお嬢ちゃんの妄想をもとに、僕ちんが作り出した世界なのだ。喋り方うぜえ。私の妄想？楽しんでもらえたかな？結構素敵な世界でしょ？どこがだに？とんでもない世界だに。いや、確かに。メイドさんにもニャー KB にもなれて最高っすね。いやいやいや。騙されないで。何誰？え？月の光で宇宙の平和を見守り。太陽の熱で悪を懲らしめ。大きな愛で宇宙を包み込む。ここに剣山。いや、騙されないでって言っても君たちも妄想だろ。セラピアーズ？気をつけて、セラピアミソラ。え？あれは人を妄想世界に引きずり込んで、飲み込んでしまう邪悪な妖怪。飲み込まれたら最後、現実に戻れなくなってしまうわ。余計なこと言ってくれるな。現実に戻れなくなる？それは困るよ。見たいアニメいっぱいあるんだから。それが理由か。そんな理由だに？思うよね。助けてセラピアーズ。あの気持ち悪い奴を倒しちゃって。あなたも一緒に戦うのよ。え？私も？ということは次は変身か？いやいやいや。変身しらす。これもやっぱり妄想の延長線上やん。あ、来たよ来たよ。美少女？なんかセーラームーンみたいやね。え、それで戦うの？なんか一人だけチンチクリンですけど、頭身が。何が起こったらに？やっと会えたわね。4人目の戦士、セラピアミソラ。セラピアミソラ？何言ってるだに？私がセラピアーズ？違う違う違う。いや、何すんなり受け入れてるだに？ウサピオンは黙ってて。ハリセン。4番目の戦士、セラピアミソラ。あなたに出会う日を待ってたよ。セラピアセレーネ。はぁ、やっぱりお美しい。私たちが力を合わせれば、向かうところ敵なしだよね。セラピアソレイユ。笑顔が眩しすぎる。さあ、一緒に戦うよ。セラピアハート。ふぅ、感動。いや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 。戦え、セラピアミソラ。え？え？これですか？戦うのは妖怪だろ？ちょっとちょっと、何盛り上がっちゃってんの？もう何でもいいから。あんな気持ち悪いやつ、早く倒してこんな世界から出てやるだに。ちょ、気持ち悪いですって？もう我慢ならない。うがー！ダニ？キャラが変わっただに。化けの皮が剥がれたようね。よーし、一瞬で片付けちゃうよ。行くよ、セラピアミソラ。うん、私たちなら勝てる。いやいやいや、もう入り込んどるし。妄想モンモンが現れた。妄想モンモンって。ほら、戦うのは妖怪じゃないか。さあ、いっけ、ウサピョン。ほら、結局あんなこと言うといて戦わされるのはウサピョンなんだぞ。チャージ完了。何あれ、ニャー系 B や。極太ウサビーム。なんかほら、妄想しおりよ、ニャー系 B のこと。何あれ、ダブルおさわりってどんな技やねん。さあ、来い。ダメだ、全然揃わねえ。ああ、ダメだ。来いよ、おっしゃー。被害妄想？チャージ完了。え、なに、味方を攻撃やめてよ、混乱状態ってことやろ。聖剣バーニング。待って、ウサピオンを払わなければ。潰せ潰せー。よし、一個ずつじゃないといかんのかな。なにこれ。おっしゃ、お払い完了。え、ニャー KB を生み出した。なぜ、何をしに。
それによって何が？妄想のステータスがアップ？意味がわからないんだけど。チャージ完了。ハクチューム。これ回復やったっけね。味方の HP がだんだん回復。まあ、だんだんやけん。役には立つか。何あれ、新幹線。みんな早く技が使えるようになって。あれは狙うでやればいいんかな。はっ。イエーイ。あ、待って待って待って。あ、これは。これはちょっと待って、危険じゃね。はっ、みんなちょっと動いて動いて。一列後ろに。え、間に合ってない。なんてことだよ。もうちょっと早く行かんかったらいかんかったね。てかこれ狙う人いた方がいいんじゃない？どこ？腕？いや、とりあえず真ん中で。お花ば、え、ちょっと待って。お花畑の妄想って何さ？さあみんな、技が使えねえ。あ、こっち使えるんじゃない？おいしっけ、ウサピョン。溜まれ溜まれ溜まれ。移動はできてる？何お花畑の妄想、綺麗だけども。あ、よかった、ちゃんとみんな回避できとる。イエーイ、極太ウサビーム。よかった、今回間に合ったね、ちゃんと避けるの。追撃追撃。さあみんな技は大丈夫？あ、つなげろか、潰せかと思ったよ。何今度は、何の妄想？何あれ、怖、ドラゴンじゃね。チャージ完了。一系メラメライオン。聖剣バーニング。え、待って。ドラゴンは一体どこ？攻撃範囲。出てなくない？とりあえずちょっと。メラメライオンの体力がちょっと減ってきたかな。あ、でもまだ、効果は持続中、あれ。あの、白の技のやつ。白チューム。吸収の頭痛って。え、なになになに、え、攻撃範囲現れてないんだけど。え、待てよ。うわ、めっちゃ、めっちゃ受けた、めっちゃ受けた。お願い回復してくださいまし。そして早く溜まって。必殺技必殺技。いいね、やった、いいねもらった。あれ、てか今回さ、全然アイテム現れんことない？なんか現れた？あの、なんか途中ふよふよさ、何かが漂ってきて、それは取ったけど。何あれ、食べ物。なんかめっちゃいろんな食べ物ごちゃごちゃと妄想しとるけど。必殺技のなかなかたまらんね。ほら、まだいけん。これってさ、どこ見たら必殺技たまりよるってわかるん？わからんよね。なんか普通にやっつけちゃったんだけど。なんかめっちゃ普通にやっつけちゃったんだけど。しかも今溜まったよ、技。見せ場。勝ったからいいけどさ。イエーイ。お、だいぶレベルアップしたぞ。お金めっちゃ入ったやん、2000円。なんかあっけないね。やられ方あっけないね。あそこ喋らんのや。やった、私たちの勝利だ。なんかああいうとこ普通クソーとかなんかあるんじゃないん？あれ、みんな？もう別れみたい。そんな、こんなことって。何？妄想世界が崩れていくだに。セラピアミソラ。あれやね、あいつが、敵が生み出した妄想でもこっちの味方をしてくれる妄想はあるんやね。おう。セラピアーズ、普通に戻った。見事に解決したようだな。解決したよ、おじいちゃん。調子堂のおじさん。え、てか本人もここに来とったんや。ついてこい、お前さんたちにいいもんをやろう。なになに？急激にめっちゃ平和な音楽に切り替わったけど。いいもんだに？なんだろうね。とりあえずついていくしか。
ハンビーバボはどうなったん？なんか一緒についていきよるけど。仲間になるんかな？探偵事務所を探しとっただろ？ここなんかはどうだ？何？どういうことだに？そうだ。ここはわしの倉庫だが、特別にタダで使わせてやろう。あ、これ前にさ、鬼時間で、襖から出た時に現れた場所やない。ね、倉庫やったんや。ほんとですか？やった事務所ゲットだぜ。ポケモンやん。まさか、ほんとに事務所が手に入るとは。アンビリバボ普通に一緒におるんやけど。しれっと。何か言いたげだな。バブー。え、この子のおかげもしかして。あ、ごめんごめん。アンビリバボの存在、すっかり忘れてた。で、君は一体妄想世界で何をしていたのかね？バブバブ。言葉がわからねえわ。何？え、なんだに？ふんふん、なるほどだにね。青葉で変なことが起きてるって噂を聞いて遊びに来てたんだそうだに。それで楽しくなってはしゃいでたはいいけど、妄想世界に引きずり込まれそうになってたんだそうだによ。え、もう引きずり込まれてたんじゃないの？あの世界にいたじゃん。なになに？お？おー！探偵の格好になった。おお、名探偵がよく着てるあの服だ。お礼にどうぞ、だそうだによ。なかなか様になるじゃないか。ふふふ。あとは相棒の見た目かな。うさぴょん？うさぴょんはどんな格好になるん？なんか変えてくれるんかな。バブー。なになに？なめきちになったけど。ぶはっ、ちわっちなめきちさん。ふざけるのだに、てめえすぐに元に戻したに。バブフ。だからだに。何言うまで笑ってるだに。バブー。あ、こら、てめえ待つだに。どんな終わり方だよ。平和だな。あ、すげえ、ポスターまでできとるやん。いいね、いいね。誰の声かと思った一瞬。やっぱ本当に、本当に形から入るタイプやね。何あれ、ピエロを？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。